はあ、快適。こんにちは皆さん、今日はソファーをゲットしましたっていう動画ではなく、このソファーをゲットして日々の生活が本当に豊かになって、でもそれでもう毎日のように休みの日とかこのソファーに座ってですね、ぼーっとしたり本を読んだり、こうやってここでパソコンを置いて編集をしたり、もうすこぶる生活の質が上がってですね、皆さん一人暮らしでソファー絶対買った方がいいです。僕もソファーが今までずっと欲しいなと思ってて、たまたまちょっと手に入れるチャンスがあってですね、これおすすめです。で、今日は動画ソファーの話じゃなくて紀ノ国屋についてちょっとお話したいなと思います。僕は高校生の時によく紀ノ国屋に行って物を買ってたんですね。で、確かその時にマイレージか ANA のマイレージが貯まる貯まらない貯まるんだったかな、なんかそういうので、なんかカードのポイントでなんかお得になるって聞いてですね、そこの、あ、エディだ、エディでずっと買って ANA のマイレージを貯めて、高校卒業した時に沖縄に旅行に行きました。そうだそうだ。で、そのエディで物を買って、本もなんだっけ、紀ノ国屋のポイントカードと一緒にダブルでポイントを貯めてましたね。で、その紀ノ国屋がまさかの台湾に来てて出店してるんですね。で、まあ台北店舗には行ったことないんですけど、台中店舗に行った際の動画を今編集していてですね、皆さんにご紹介したいなと思って、はい、今日はそういう動画です。ではその台中の紀ノ国屋に行った時の動画を皆さんどうぞご覧ください。どうぞ。うさんくさくない？ん？プロフェッショナルシンキングって、ああ、でも大前健一さん有名な人。本当に本性答えのない世界に広いことなく、ああ、まあまあ思考力、音楽の世界で言ったら武道館でライブするぐらいすごいかな。これ面白そう。でも分厚い。ワンピース78巻前出てるよ。マジで？俺追いつけないかも。いかがだったでしょうか。もちろん全部日本語の商品ってわけではなくて、一部のコーナーが日本語だけの本があって、あとは中国語の本って感じでですね、まあ村上春樹があったり、ジャニーズのアイドル系の本があったり、あとは日本食の作り方の、やつがあったりですね、あと漫画ですね、いろいろ幅広く、下手したらこれ地方の書店を超えてるんじゃないかっていうぐらいの蔵書ってですね、いや驚きましたね。これ多分台北の支店、台北のお店に行くともっとあるのではないかなと思います。ただもし日本の価格と比べたらですね、やはり日本の価格より高く設定されているので、僕はまあ本当に欲しい本がある時以外は買いませんね。でもそれ以外で本がこう読みたいってやっぱあるじゃないですか。で、僕はその時はですね、日本のですね、ツタヤでこうやって本を買って、一時帰国の際にまとめて持って帰ります。なので爆買いですね。逆爆買いをして、日本の書店に行った時に台湾で買う本が高い、日本の本が高く、まあ関税の問題とかいろいろ高いので、こちらでまとめて本を買って、これをスーツケース、だからこのくまモンがいたんですけど、このくまモンのスーツケースにこれ全部この前本だけ入れて帰ってきました。そのぐらいに本はやっぱりどこの世界に住んでいても、どこの世界、どこの国に住んでいても、大切なものだと思います。で、僕は Kindle Paperwhite ってやつ前持ってたんですけど、今もう持ってなくてですね、やっぱり電子書籍より僕は紙の書籍の方がフィットしていたので、まあそういう感じです。皆さんもしよかったら、チャンネル登録の方よろしくお願いします。これからも台湾についての動画をたくさん紹介していこうと思います。それではバイバイ。